リントです。今日はゲストの方も来ています。ゲストっていうのかなゲストの方も来ていますということで、飯田クライド倉和さんも来てます。はい、どうもおはようございます。はい、ということで今日は、一緒にね、まあ、飯食ってきた帰りで、その前に買ってたやつをちょっと開封していこうかなと思います。ということで今回は遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ20アニバーサリーセットということで、えいっ、ということで遊戯王のスリーブと特典カード、20シークレットレア仕様と、復刻パックと特製カードケースとラバーのフィールドマットとプロテクター100枚って感じのセットです。さっきメルカリで見たら結構高くなってましたね。プロテクター100枚買ってんだ。プロテクター100枚いいね。デッキに使えるね。でもデッキ40枚だもんな。今固定されてる。今はね60枚までが固定かな、うん、なので50枚のデッキとかもありかな。なるほど、うん、ただ40枚以上って感じ。ダダダダン、ということで、おお、お、あ、これが特典カードかな。だろうね。じゃあ最初に特典カードから見よう。特にね、中身覚え知らないんですよね。調べないで買ったんで、いいやつだと思って。ということで入ってる、あ、マハードだ。これは、劇場版に登場したキャラクターで、ブラマジの、ブラマジアガチョ、うん、ブラマジのエジプト時代の姿はうん、のカードがキャラクターとしてカード化されたやつです。の20th シークレットレア、なんか赤いシークレットレア仕様。あ、ここに20って書いてる。あ、ほんとだ。おー、へー、あ、これね、20th シークレットいいね。おー、かっこいいじゃん。へー、これは多分開けずに取っときます。と、復刻版の遊戯。懐かしい絵だな、おいこれやばいね。これボルマンって書いてあるぞ。ボリューム1 これはね、パックの状態で開け取っときたいけど、ね、ここ切ってこの下を切ってカードは出します。あの、一応復刻版なので、あの、パックが古いものに見せてるだけで、あ、ここに書いてるね、注意書きね、うん、このパックは、遊戯王 OCG デュエルモンスターズ20アニバーサルセットアニバーサリーセットの同梱品と。なので、あの、1999年に発売されたののデザインのデザインだけど、あの、新しく刷ってるよっていうやつね。そうだね、ここに150円とか書いてないもん。そうだね、昔多分150円だから、なんかこの辺とかにバーコードとか裏にあった多分ここにバーコードあるしね、うん、なのでこれはもう復刻版なので、パックは取っとくとしても、まあ開けます後で。と、カードケースと、あ、これがスリーブか。おー、へー、よいしょ。あ、カードのデザインがいっぱい載ってるんだね、いろんな。あ、後ろ、お、ほんとだ、カードだ。おー、でも分かるカードある。あ、ここに神の宣告があるねあ、ブラマジガールいるじゃん。お、おー、ほんとだ。見えるかな。あ、見えるね。ブラマジガールいるじゃん。あと、ここに、これ多分カオスソルジャーかな。あと、あ、これ死者蘇生だね死者蘇生は分かるね。ただね、めっちゃキラキラしてるからね、カメラじゃわかんねえな。そうだね。ただなんかいろんなカードが、映ったスリーブが100枚セット。これはなんかのデッキに使います。てか、これメインデッキに使ったらいいじゃん。私のあの、ブラマジガールに入ってるこのデッキのケースが今ブラックマジシャンさんなんで、これはね、まあ、ああ、うんまあ、なんか分かりやすいので見てると、この辺かな、あの、自分の使ってるカードでいくとブラマジね。なので、これのデッキケースをこれにするのありっすね。めっちゃかっこいいね。ブラマックマジシャンのデッキでこのブラックマジシャン書かれたやつはめっちゃいいね。いやー、これはいいね。おお、へーへーへー、100枚だから余裕も全然ある余裕だしねで、これがデッキケースと。おお、あ、光の悟空剣とこ映ってるね。こっちの方が見やすい。あ、ブルーアイゼル、ブルーアイゼルあとはあ、これ暗黒しがいやで、うん、暗黒しがいやだねこれ光の護風剣 でこれなんだっけ、スケープゴートかな。 あの、城之内使ってたやつ。 あここにブラマジいるじゃん、うん、で、ガールいて、なんかいろいろいるね。へぇ、上もある。上もあるんだ、これやばいね。めっちゃいいじゃんサンダードセンター見ろ、なんかすごい集中線が集中線あって真ん中にサンダーボルト。しかもここなんか禁止カードとかじゃない。え、エクゾディアじゃん、これ。エクゾディアだね。しかもちゃんと5、5つ並んでるねその中心サンダーボルトってどうなの。すごいね。
集中線でサンダーボールでエグゾディアみたいな。おお、でこれが、そのラバーのマットか、多分これがフィールドマット。綺麗だけどなんかデザインも割と予想できるよね、この絵面を見さ、うん、この絵面を見るとね多分同じデザインの似たデザインがですよね。ですよね。すっげー見やすいぞ。え、めっちゃいいじゃん。おお、うわー、すげえ、はっきり見えるぜ。へえ、だからもういるもん、ほら、カオスソルジャーって。うわー、マジシャンオブブラックカオス。うわ、やべ、懐かしい、マジシャンオブブラックカオス。これ、クリボーだな。クリボーだね。リボーまで見えてる。あと、これ、あれだ、ブルーアイズアルティメットドラゴンだ。うん、でしょ？サクリファイス。サクリファイスいるもん。サクリファイスの力でーすなの。で、マッシュも、あ、レッドアイズもいるね。はいはいはい、ちょっとこれちょっと邪魔だな、これちょっと避けるね。よし、でしょ。あとはあ、ハーピーの羽ぼうきがあるもんね、ここね。プラマジガールもいるし、羽クリボーいる、羽クリボーもいる。あれ、羽クリボーの時代知ってるか、10代、羽クリボーが10代の時いる。そうそうそう、その時は俺もうダメだねちょっと見てたぐらいか、うん、なんとなくって最終回をなんか15分ぐらいにできるやつ、ね、あ、最終回ユギくん出るからね。ユギくんと出るやつ、最高初回よね。あとこれ以上、その10代の時のやつだね、ユベルってやつ。あと、サイクロンじゃん。サイクロンいるね。ハーピーレディーだね。で、ネオスでしょ。で、あとは、あとはなんだろう。あ、ここにブラマジがいるね。あとは、ブラカズが知ってるやつだと、この辺、あ、大嵐だね、これ。あ、はいはいはい。くらいかな。でもこのデザインめっちゃかっこいいね。いいね、これ。え、これをこのパソコンのマットのね、今パソコンのマットがこれなのね。このガールタンたちがいっぱいいるやつになってるのね。これを変えてもいい。でもガールタンでもいいかな。これめっちゃかっこいいね。いい感じっすよ。ただね、私もうすでにプラマジガールのマットがあるので。あの使うのは多分これがメインのマットかな。これも公式？これも公式のマット。おお、書いてある書いてある。うん、そうそうそう、公式のやつだから。これ使うとは思うけど、でもこれも持ってていいね。なんか友達と一緒にデュエル、まあ、やるやついないんだけど。悲しいこと言うなよ。やるやついないんだけど、これいいね。あ、かっこいいわ。で最後は、よいしょ、ちょっと落ちちゃったけど、よいしょ、お待ちかねのこの3パック。で、多分復刻版だからなんかレアカードが入ってるようになってるとは思うんだよね。これで全部ノーマルだったら笑えるよ。もうマジ泣くわ。と下だけ綺麗に撮ってます。よいしょ。でれれれ、懐かしい、やばい。星2だぜ。デビルズミラー星2、攻撃力700、守備6。あ、でもこれあれだ、復刻版だからここにシールついてる。昔ここ何にもなかったからね。あの、それこそ一番初期の私の持ってるブラマジと比較すると分かるんだけど、ないね。ないんだよね、これね。そう、ブラマジここなくて、あと多分ちょっと出すか、2枚掛けかい。そう、二重スリーブス。これはね、小学校の時から使ってたカードだから結構もう傷んでんだけどね、この辺は。でも割と綺麗。こういう風に見るとこういう風に見るとちょっとこっちの方がやっぱりなんか最新の感じがするね。なんか印刷がね、後ろは全く一緒だね。後ろは一緒だね。でもこっちの方がなんかテカってるかな。テカってるか、明るい。うん、まあ、色褪せてるっていうのもあるんだろうかもしれないね、こんな感じ。おー、なんか今チラッと見えた、ね、チラッと見えた。デビルズミラー、闇に従うものまた2や。星に700、500ってもう今の時代じゃ使えないからね。ほぼ一緒やんけ、デビルズミラー。出たー、怒りの回路。怒りの回路、懐かしい、やば。そしてこれ誰だ、会話会話では最初期の、まだ緑の髪の時の会話だよ。そうだよね、緑の髪の時の会話だよ。そしてもうさっきチラッと見えたから知ってるよ。お前暗黒騎士ガイアだろ、ほら。やっぱりレア入ってんだね、やば。今使えないよ。よく考えて、星一緒、
2体剣芸、攻撃力2500、サポートカード多い2300、サポートカードあんまりない、ないね。でまあちょっとはあるみたいなんだけど、まあ状況によってかな。でもこのガイア使ってるデッキ今ないんじゃないかな。でもかっこいいね、やっぱり初期のイラスト。風よりも速く走る馬に乗った騎士、突進攻撃に注意。いや注意って言われてもね。ほう、強いの馬だな。強いの馬だからな。なるほどね。おお、じゃあ2パック目開けていきましょう。これブラマジとか入ってないのかな。初期ってブラマジ入ってたパックだよね、うん、でもなんか1個これ出ちゃったらなんか出ない気がするよね。出たらしょうがない。ダブったんだけど。チラッ、おお、なんかシエの拳だ。へえ、出た。シルバーボングとか超熱い。おお、ブラックホールじゃん。わあ、輝き方がやっぱいいですね。ただまあ擦り直してるとはいえど、うん、やっぱ昔のイラストだ。出た。猛獣の牙、懐かしい。これあれだよ、獣族にしか装備できなくて300しか上がんないんだよ。どこで使うんだよ。本当に昔はこんなんだったよね。そう、昔ね500上がればすごい。それこそこれにこれつけて攻撃とかやってたよね。あとあの執念の剣、あー、はい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 、あとなんだっけ、ブラックペンダント。うんうんうん、あと突進、突進あったっけ。突進っていうカードがあった気がする。なんかでもなんか攻撃力上げたりとか、増援、増なんかいろいろあったんだよね。うん、あの攻撃力500だけ上げるトラップとか。そういうので戦ってた時代だからね。いや懐かしい。最後の1パックいこっか。やばいね、いい感じ。ブラックホールにガイアで、多分ねこの時の時代ってブラックマジシャンかガイアがウルトラなんだよね。ってことはどっちかが入ってるパターンなんじゃないかなと。まあブラマジいいんだよ、持ってるから。初期版をね、入ってたら入ってたらすごいけど。そう、入ってたら入ってたらすごいけど、いいんだよ、ブラックマジシャン持ってるから。初期版次に入ってるレアで予想するか。次に入ってるレアか、ちょっとゆっくり開けよっか。レアが後ろの2番目ぐらいに入ってるから、ララ・ライウーン600600ってやばいね。デスフット、デスフットいたね。あー、はいはい、運命のロウソク、そしてモンスター。あ、まだレアじゃない。ダークキラー、ダークキラーだ。魔法、魔法？そんなことか。そんなことあった？装備カードですね。装備カードですね。闇エネルギーとかじゃない？ほっ、あ、違った。紫水晶だ。アンデッドに装備できるやつ。攻撃力300ポイント。ワイトに装備させようぜ。ワイトに装備させようぜ。600ぐらいになるじゃん。ワイト、そう、600だね。ワイトが300、200だから600、500。誰に勝てんだよ。という感じっすね。このけ、これはこれでなんかあのクリップつけて飾っといて、これはちょっとコレクションボックスに入れとこう。これはいいわ。ブラックホールとね、あの暗黒騎士ガイアとね。でこの辺超、ただね謎なのがこれダブってんだよね。このダブりはいらんかな。すごい偶然通過。そう、このダブリはまあ他ダブってないんだけどね。なんでそれぐらいでさ、びっくりしたんだけど、レアカードじゃないやつ全部モンスターださ、しかも効果ないやつね。通常バニラモンスターで2枚ダブリってね。ほー、いやこれちょっと胸厚だね、懐かしかったわ。これはこれで取っといてっていう感じで、ということで今回はこの 20th Anniversary、アニバーサルじゃない、アニバーサリーセットかをちょっと、クラカズと開封していきました。結構いい感じっすね。このやつはちょっと、うん、取っといてやりますわ。でこのデッキにあのこのスリーブ使って、このデッキケースはまたなんか別で使えたらなって感じで思ってます。ということで今回は 20th Anniversary セットの開封でした。以上、リントとイーダー・クライド・クラカズでした。あざます。アンコリ行こう。はい、行こう。最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。